はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はイラスト操作、続きをやっていきたいと思います。今日はね、11ステージから15までいけたらいいかな。歌舞伎町の裏側。どうですかね。今日はどんな事件か。未明の繁華街で女性が銃殺されているのが見つかった。わあ。銃創。被害者の額は銃で撃ち抜かれ、血がまっすぐに垂れて固まっている。クラブハニーズ。南条リオナ。被害者の名刺だ。繁華街にあるキャバクラに勤めている。乾いた服。被害者の服に濡れた様子はない。事件当日の天気。午後20時から、20時ってつけるなら午後はいらないと思うけど、午後8時であり、20時から0時まで雨。0時から2時まで晴れ。2時から朝まで強風であった。ほう、雨、晴れ、強風。容疑者、田淵圭次郎さん、54歳。被害者の常連客。前日の22時から0時まで一緒に近くの寿司屋に行ったね。その後はすぐに一人で帰宅して。雨が降ってた時ですね。相沢力也、28歳。被害者の担当ホスト。来店予定だったのに来ないから、深夜1時に外に様子を見に行った。すでに殺されてたのかな。1時だったら晴れてますね。よいしょ。南ノア、20歳。被害者の同僚。事件の日はリオナとは会っていません。私は深夜0時から朝5時まで店にいました。うん。天気は晴れから強風。寿司屋。ん？ちょっと待って。あ、なんか、わかんない。濡れた様子はない。ってことは、22時から0時まで。一緒に行った？服の裾すら濡れてないのか？変じゃないか？いや、殺されてここは動いてないって感じだね。まあ、推理。被害者が殺された時の風の程度がわかるものは？被害者の血の流れる方向。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。濡れてない。店にいました。強風でもないんだよね。1時ぐらい。この時間が晴れ。じゃ、この、力也くんかね。わからん。何にも推理できてない。あ、合ってんだ。正解。はい。血がまっすぐ流れているのは、事件当時が無風だったからだ。雨が降れば血は洗い流され、風が吹けば、血は、これ誤字だね。値ってなってるけど、血の間違いだね。血液の血の方だね。血は横に流れる。晴れの時間帯のアリバイがないホストが犯人だ。犯行動機。あいつ、賭けを全く払わねえんだよ。2000万。
今日までに用意できなきゃ死ぬって本人が言ったんだぞ。俺だって上から金の回収に追われてるんだ。そういう世界なの？さて、犯人しか知らないファイル12。会社員の男性が失踪しているとニュースが流れた。はい。ニュースを見る限り、行方不明の男性、カディア・ハルト23。失踪時の服装、白色 T シャツ、黒いデニムパンツ。22日午前10時頃、人に会うと告げて家を出る。今日午前12時頃、家族宛に探さないでとメールが届く。午後3時頃、家族が捜索願いを提出。顔写真、失踪者の顔写真だ。大学生だったようで、あ、じゃあ卒業近いんだ。これはもう失踪時の服装、家族の証言による失踪時の服装、特に変わった点はない。あ、被害者の年齢、大学4年生だが1年浪人していたそうだ。なるほど。教授の証言、就職が決まったばっかりで喜んでたのに失踪なんて。どこに行ったんだろう。立石まどか20歳、被害者の恋人。彼はどこにいるんですか。もう3日経ったんですよ。早く見つけてください。若松みなとかな、22。被害者の友人、未だに信じられませんよ。本当にいいやつでした。でも少し無鉄砲なところがあったかな。刈谷優斗くん、25。被害者の兄、あいつとは仲悪いんで興味ないっす。今頃どっかでパチンコでも打ってんじゃね。え、何もわからんぞ。つい現時点で分かっている情報は、失踪者の服装、これしかわからない。犯人は誰だ。就職が決まっていた。ライバルだ。いや、わからん、もう。わからんけど、こうしておこう。あ、正解。なんかそれ以外もう考えつかない。被害者の友人が犯人だった。一緒に海を見に行って口論となり、その場で突き落としてしまったという。犯人だけが被害者の死を知っていたから、過去形で語っていたのだ。後に崖下から被害者の遺体が見つかった。あ、なるほど。過去形でね。ああ、ミスった。失言したな。まだ失踪中ってことになってたんだよな。俺より先に就職が決まったからって、マウント取ってくるからカッとなって。何が気分転換に海でも見ないだよ。あ、これは就職決まってない人に言うのはちょっといけないね。決まったら一緒に行こうぜとの方がいいよな、これは。もう自分が決まったからってって思われるよね。いや、殺すのはやりすぎ。次へ。静かなるトリック。ファイル13。あ、これは、ホテルの風呂場で男性が死んでいるのが見つかった。なるほど。被害者の胃から睡眠薬が検出された。数時間かけて効くタイプだ。風呂の成分、風呂の成分を調べると水の中に木工ボンドが溶けていた。蛇口、通常
風呂の水をためるには30分が必要だ。死亡推定時刻、外傷はなく水を飲んだことによる溺死とみられる。死亡推定時刻は15時。ちょっと待てよ、15時、木工ボンド、30分かけて水がたまる。設楽凛子、35歳、被害者の妻。夫は出張と聞いていました。私は12時には家にいたのでアリバイがあります。米沢三郎、62歳、被害者の上司。彼は出張ではなく有給を取っていたよ。僕はずっと会社にいたから疑われるのはおかしい。末永瞳、29歳、被害者の愛人。15時に彼と泊まるはずのホテルに行ったら、すでにあの姿で死んでいたんです。12時には家にいた。なんか全員で殺せそうなんだけど。でも30分でたまる。通常だよね。超ちょろちょろで出したらもっとかかるんじゃない？もう高温度。あ、そういうことか。お湯に溶けている木工ボンドはもともとどこにあった？蛇口だな。なるほど。そうなるとそれより早い時間。待って、上司も奥さんもアリバイが崩れるけど。奥さんかな。出て、いや、上司。正解。被害者の妻はアリバイを確保するために本来は30分でたまる風呂を3時間かけて水をためた。木工ボンドは水に溶けて少しずつ流れ出ていく。家のウォーターサーバーから睡眠薬が検出されて逮捕となった。半合同期。うちの夫、浮気常習犯だったのよ。私が気づいていないと思っていたのね。バカみたい。ホテルに乗り込んだ時のあの人の寝ぼけた顔、今までで一番可愛かったわ。あー、でももう乗り込んだ時には睡眠薬がめちゃめちゃ効いてきてたから、まあなんとかなったんだね。じゃあ次へ。ある朝の風景。ファイル14。中年の男性が自宅で朝食を取った後に死亡した。怖すぎるこの食卓。とりあえずこれ。毒物反応。被害者の体内から即効性の強力な毒物が検出された。ジュースの瓶。全員で飲んでいたジュース。毒は検出されなかった。フルーツの片方、2つに切り分けられたフルーツの片方、毒は検出されなかった。グラス、被害者専用のグラス、毒は検出されなかった。どこからも毒が出てない。体内から出てる。カプセル状のものかな。容疑者。倉持
エミ、50歳、被害者の妻。果物の皿を2皿、持ってきたのは私です。片方の皿を選んだのは夫です。倉持、ゆずかかな？ゆずか16。被害者の長女。お父さんのグラスを出してあげたのは私。私は果物は嫌いだから食べてない。古沢翔子、34歳。倉持家の家政婦。みんなの前でフルーツを2つに切り分けました。片方は旦那様、片方は奥様が召し上がられました。フルーツを毒はどこに付着していたのだろうか。グラスじゃない、果物でもない、被害者の手かな。ちょっと待って、待ってよ。グラスの外側についてたのかな。グラスの外側、この子がグラスを出したから、毒を手にくっつけれるのはこの子しかない。はい、どうだ。え？ダメですか？え？リトライ。もう一回考えてみよう。もう一回考えてみよう。体内から即効性の強力な毒。ジュースには入ってない。フルーツの片方は毒はない。でもグラスの毒は検出されなかった。これ外側も見てるよね。っていうことはやっぱフルーツの片方に毒が入っていたと。果物側面？あ、多分このフルーツを丸ごと食べるタイプの人なのか？ってことはこの人か。フルーツに毒をつけてるのはこの人しかいない。はい、正解。トゥルル。家政婦が犯人だった。果物を切り分けるとき、包丁の片面だけに毒を塗っていたのだ。へえ。毒が付着した側の果物を食べた主人は死に、妻の果物には毒は付着しないトリックだった。でもこれ危ないぞ。ギリギリだぞ。万が一ってことあるもんね。父親の復讐ですよ。あの男のせいで。私の父の会社が倒産したんです。最初は一家全員殺してやろうかと思ったけど、奥様と娘様にはよくしていただきましたからね。なるほど。次で15ステージ目かな。ペットショップ店員が店内で死んでいるのが見つかった。閉店、売り尽くし、ペット。不思議なあざ、太さ数センチの縄のようなもので締められた跡がある。なんかもう蛇しか見えないんだけど、私の目にはもう。鱗、何かの生き物の鱗のような、うわぁ。処分セール、閉店のため処分セールを開催していたようだ。爬虫類、カエル、蛇、ネズミなどを取り扱っていたようだ。犯人、
奥野大河29歳。社員、カエル担当。店長の横暴さには耐えかねていました。誰に殺されてもおかしくない人ですよ。塩谷奈々美さん、22歳。アルバイト、ネズミ担当。ネズミのことなら何でも聞いてください。みんな担当が分かれていて、動物たちが懐いているんですよ。今西幸子さんかな？社員、ヘビ担当。私は店長のこと嫌いではなかったです。処分される子たちは私が引き取ろうと思っています。ヘビかな？まだらの狂気って、まだらの紐のなんかオマージュかな？ホームズのあれであったよね。まだらの紐って。というわけで推理。狂気となったものは何？動物。犯人はヘビ担当。決定。はい。正解。これは簡単だったね。ヘビ担当の女が犯人だった。凶器はヘビで、飼育員に懐いていたため、店長の首に巻きついて締め上げたのだ。今も凶器はショーケースで生きている。店長は秘密裏に処分を進めていて、売れないと判断されたヘビが真っ先に殺されたんです。私がずっと可愛がっていたあの子の仇を討ちたくて、その子の親にあたるヘビを使いました。なるほどな。というわけで、今回はここまでですかね。それでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。